株式会社伊予鉄グループは、愛媛県松山市に本社を置き、同県で鉄道、バス事業等を展開している、総合企業グループの中核企業であり、持ち株会社である。略称は、伊予鉄、伊予鉄、伊予鉄。1887年に、伊予鉄道会社として創立され、民営鉄道としては日本で2番目の歴史を持つ、老舗企業であり、交通、観光、 百貨店、不動産、サービスなど幅広い事業を展開している。鉄道やバスのほか空港、タクシー、航路など、一つの都市内で考えうるおよその公共交通を網羅している。2018年4月1日に持ち株会社に移行し、株式会社員予鉄グループとなった。公式サイト会社概要に画像あり現在用いられている。 ロゴマークは2015年5月25日に発表されたものである。英字のイオ鉄を基調に王の文字に動きをつけることで、車輪のイメージ、人と人とが向き合い乗客を大切にするイメージを表現している。車掌は、カタカナのイオ4つ組み合わせて、イオの意味を表したもので、イビッシと称される。デザインが考案された時期や使用が開始された時期については不明だが、 早々期の会社資料にすでに現れていることから、創業と同時、あるいは創立後間もない頃に定められたものとみられる。また、中央の菱形内部の衣装は、黒字が松山市駅を中心とする4つの鉄気道路線を示している。公式キャラクターは、イよコグループ各社の CM 等に登場するほか、公式グッズも存在する。非常上であるが、二郎証券及び、 四国アライアンス証券にて売買が可能である。株主優待も行っている。企業、団体は当時の名称。出典2021年3月31日、現在。伊予鉄道電機に関するカテゴリー。ありがとうございます。